えー、皆さん、こんにちは、えー。これから国語教育相談室を始めたいと思います。えー、本日のテーマは、国語科の授業をかける ICT で生まれるものというタイトルで、えー、私、進行を務めさせていただきます、石戸です。そして、渡辺さん、友野さんと3人で進めていきたいと思います。えー、まず、自己紹介をお願いしたいと思います。渡辺さんからよろしくお願いいたします。皆さんこんこにちは の水女子大学附属中学校の渡辺孝樹と申します。えっと、国語科で、えっと、教員をして、えー、十二十二年目になります。ちょっと緊張しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、とまのさん、よろしくお願いいたします。はい、とまのと申します。よろししくお願いします、えー、熊本大学の 教,員教育学部の教員をしております、えー、哲学者、教育学者をしております、今日のテーマ、国語科も ICT も全然専門でないので、うん、むしろ今日は渡辺さん、石戸さん、もう仲良しの皆さんではあるんですけど、あのむしろ教えていただきたいなと思ってき、えー、た次第です今日はどうぞよろしくお願いいいいたたしししますよろくお願ます。 私も初めましての方ばかりだなというふうに思いますので、私はですね、ICT の力を使って学びの場っていうのを知識の記憶、暗記型の学びから思考、創造型の学びに変えたいなというふうに考えていまして、1人1台情報端末を持って学ぶ環境を整えたい、プログラミング教育を必修化したい、デジタル教科書を制度化したい、そんなような活動をしてまいりました。今日はこの3人で進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 では時間も限られているので早速なんですけども皆さんご承知の通りコロナによる影響もあってギガスクール構想が急ピッチで進んでいます急に一人一台情報端末を持って学ぶ環境が整いつつありますまずはじめに現状の把握をしていきたいなというふうふに思っていまして渡辺さんに今国語の授業の中でどのぐらい ICT を使っているのか そして具体的にどんな場面で使っているのかということについてはじめ少しお話を伺いたいと思います。よろしししくおお願願いいい、いたまます。はい、お願いします。は先ほど自己紹介であの22年目っていうふうに言ったんですけれどもあのそのうち ICT 使い始めたのはあの教員16年目になって5年ぐらい前からあの1人1台を使うようになりました。でえー、とそんな形で今は、 そうですね1日のうち半分ぐらいの授業で6時間授業だったら3時間は子どもたちはあの1人1台で授業をやっているっていう、まあ、そういう感じになりますで。私自身の授業だとやっぱほとんどあの何らかの形で端末を使ってっていうパターンが多くて Chromebook っていう Google が開発した、まあ、あのノートパソコンなんですけれどもそれを使って授業化するっていうことが多いです。はい でえっと、じゃあ、国語科での活用ということで、最初ちょっとあのお話ししたいんですけれども、主にあの情報提供、こちらから何かこういう情報あるよって提供したり、あるいは子どもたち自身が検索をして調べる、情報提供とか収集っていう使い方であるとか、あるいはあの子どもたち自身が考えを整理したり、あるいは表現するためのツールとしての使い方っていうのと、あと、他の生徒たちとの交流みたいな形で、 使ううっていいパターンが多いですで、えー、とそうちょっと具体的な授業事例でご紹介さっと紹介したいんですけれどもあのルントと主人公が久々に再会するとなんか非常に壁を感じちゃったみたいなもうそういう簡単に言うとそういう話なんですけどでこれデジタル教科書の,あの人物相関図を作るっていうこういうツールで。 これ子どもたちが一人一人あの自分なりの捉えで,でこんな形で、えー、と人物相関図にまとめるっていうこれが第一段階で,で第二段階どんなことをやったかっていうとですねルントー目線で描く再会シーン、あのー、であの私目線でルントーとの出会い描いたんだけど逆にルントーの目線から捉えるとどうなんだろうっていうこれ小説の文体なんですけれども。 えー、この青文字の部分はあの例として出して青文字につながるように後半の部分は自分で考えるという感じですねこんな感じでこれはあの小説の文章ではなくて私が感じた悲しむべき厚い壁は何かっていうのを論じるっていう論じるかあるいは小説で書くかどっちか選択性みたいな感じで、えー、取り組んだっていうのが第2段階ですねはい。 でこう右側に、あのー、これ Google スライドっていうツールなんですけれども、こんな感じで,です、ねえー、と読み合うとコメントが入れられるっていう形になります。子どもたちがお互いにコメントし合ってるわけですよね。そうですね。そうです,そうです。うそういうことができるんですね。で、第3段階がですね、教科書のテキストを、えー、故郷の後半部分を読んで考えたことを書き込もうということで、これ教科書の文章をそのままドキュメントに書き起こしたんですけど、 あのまあ、コメント機能ありますよね、えー、それでこんな形でこの文章についての,あのこんなこと感じたみたいなで面白いのがあのこんなとこなんで着目するのっていうところにコメントがついてたりするんですよ「うん、少しばかり青豆の干したのですが」ってあこれ実は私が言ってたんですけどちょっこり私も一緒に参加してこんなふうに解釈を書いているんですけれどもこれ旦那様に点々点で「 いろいろなことを感じるでこの。やっぱり一人一人着目するポイントが違くて非常に面白いんですね。でそれをこう授業の中では書き込む時間と書き込んだ後に、こにまるで石像のようにっていうけどそこから誰々さんどんなことを読み取ったのっていう感じで、まあ、授業の中ではあのその指摘した子を指してさらに語ってもらうみたいな、まあ、そんなやり取りをしています。で最,後にえっと、最後の場面で私が描くい 希望は何かっていうことで、まあ、これは普通に論述したっていう形ですね。となります。これが故郷の授業になります。今のお話だけでも、すごいいろいろと突っ込んで聞いてみたいことが、戸村さんいっぱいありますよねいや本当ですねす。これってもう日常的に授業時間外もやったりするんですか授業時間中にあ、子どもたちが勝手にやるっていうコメントは。あ、そう、できます、できます。授業中やってるんですか、はい 授業中にやってますそんんんなな時間かかいでもう例えばさっきのやつはあのほんの10分とかぐらいでバーっと30人が一斉に書き込むんで、うん、見た目はすごい大量なような感じだけど1人3つずつとかでも,もうすごい量にはなりますね。今度は新聞記事でこれも光村さんの教材で東京オリンピックのボランティア募集の記事なんですね。 でちょっとこれあの、ジャムボードってアプリで、えー、これ、どちらかというと、五輪ボランティアに肯定的、あのみんな、あこっちか、これはどちらかというと否定的な方で、こっちは肯定的な方オリンピックに向けて頑張ろうみたいな、で2つの紙面のを読み比べる。で、えーっと、事実と印象とメッセージっていう、これ、色分けしてるんですけども、えーまあ、これが第一段階ですね。第一段階です。 でこれ、あの東京オリンピック、今年の,あのそれこそ7月ぐらいにやった授業、オリンピック間際の授業だったんですけども、これ、あの教科書が作られた時なんで、3年前の記事なんですね。うん、で、あのご存知のように、3年間の間でもういろいろと目まぐるしく状況が変わったということで、じゃあ、その後、あのオリンピックはどうなったかということを、新聞記事を追いかけるっていうことをしたんですね。でこれジャムボードっていうアプリで あの新聞記事データベースってありますよね。あの件名入れると記事がばーっと出てくる。うん、で、東京オリンピックボランティアって検索すると、その2018年から2021年までのボランティア関係の記事がばーっと出てくるんですよ。で、これ、パドレットっていうツールで、あのこういうふうにこう、まあ、年表というか、こういうふうにどん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 書き込めるんですね。うん、で、えー、2020年時点ではこうだとか。 で、まあ、だんだん20年ぐらいから雲行き怪しくなってきて、まあ、コロナがあったとか、えー、といろんなこう関係者の,あのドタバタとかがあったり、えー、とある時はあの都立高校の教員が全員にボランティアやれみたいなそういうニュースもあったとか、まあ、なかなかあの順風満帆ではいかないっていう状況があの子どもたちにだんだんこうあらわになってくるわけですね。うん でそんなのを新聞記事データベースで、これ4人グループでどん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 調べたっていうのは第二段階ですね。で、えっと、最終的にはその後で、五輪ボランティアの変化から考える日本の社会っていうテーマで、えー、っとこれがまとめの課題になります。で、あなたは新聞記者です。五輪ボランティアの変化から考える日本の社会をテーマに論説記事を書くことになりましたと。新聞記事データベースの過去記事検索などから五輪ボランティアに関する記事を探し、 変遷をたどるとともにその変化から読み取って考察したあなたの意見をまとめましょうと。であのテーマ例これはあの子供たちの様子とかあ,あるいは私だったら何書くかなとかあの子だったらどんなこと書くかなということでバーっとこう列挙して、えー、コロナ禍とボランティアボランティアブラックなのかとか、まあ、そんな感じで東京でもし3回目オリンピックやったらこんな風にしたらいいよねとかですね。であのその他でこの テーマ例だと気に食わないって子が必ずいるんで、まあ、自由に、ね、設定したかったらそれでもいいよってことで、その他っていう一応ね、そういうのも用意してます。で、あのキーワード、最低一つはつは論じてくださいっていうことで、例えばオリンピックについて語るんなら理念については語れるといいよねとか、商業化するオリンピックって問題だよねとか、あと聖火ランナー自体っていう問題もあったよねってことで、まあ、これも何かしらはあの化するかなっていうことで、 えー、キーワーワド、まあ、これがサイ際のヒントにもなるっていうことなんですね。で、ルーブリックを示して、えーっと、レポートを書いたって感じです。で、これが作品例ですごく面白くて、あのー、それこそ五輪開幕の直前で、 あのこの授業をやりながらも毎日のように新聞の一面でボン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 あのオリンピックが出てきて目まぐるしく目の前の状況は変わるっていうのとそれを追いかけていくっていうのとなんかそれが全てシンクロしてものすごくスリリングなです、ね、授業でした。で新聞を通してこう世の中を読み解いていくみたいな、はい、こんな感じですね。はい、で厚生労働省から「私はこんな記事を引っ張ってきました」とかそんなふうに。 やってる子もいたり、五輪ボランティアの課題から考える日本の社会で、えー、いろんな影響がありましたとかですね、はい、五輪ボランティア、応募激減の事実からこんなことが学べますよ。例えば、あのやめるにやめ,やめられない体質とかですね、声を上げられない国民性とか、まあ、ちょっとドキッとするようなことをあの中学生も語ってるっていうことですね。 はい、そんなところにあの私自身が非常に驚かされたっていう授業です。で最後「奥の細道で」で、えー「奥の細道バーチャルツアー」っていうのをやったんですね。はいまあ、今年残念ながらあの修学旅行も行けなかったんで、まあ、せめてバーチャルな世界であの旅行でもしたらいいかなってことであの子どもたちに一人一冊「奥の細道の」の本がありましれ紙の本なんですけれども。 それをあの渡してで、1人1箇所分担して、奥の細道の内容を調べて、これ、Google マップなんですけども、マップ上にどんどんポイントをポチッとやっていくってことですね。例えば、ここ山寺ですね。で、えーと、まず、場所が見たであろう景色と、まあ、内容の紹介は本の内容なんですけれども。で 場所、えー、が心を動かされたものは何なのか、ここからは自分の予備なんですけども、えー、これは立石寺に向かった場所で、そこで己を見つめていたのではないかみたいな、そんなことをこの子は感じてますね。で、静かさや岩にしみいる蝉の声、これは場所の句なんですけど、場所に応えてってことで、五七五にプラス七七の句を自分で作るんですね。お 静かさや和にしみいるセミの声静寂の夏今我を見る<ー>ちょっとかっこよくないですか <laughs> いいな <laughs> こんな感じであの場所を抜くに私も乗っかっちゃおうみたいなあそれいいなかっこいいんですよすごくかっこよくて、まあ、面白いんでい <laughs> このね最後がただの調べ学習で終わらせないっていうところがミスなんですけど、まあ、いろいろとこうたどっていってやっぱこう地図上でマップすると場所ってどんだけ歩けんのみたいなそういう驚きがあるんですね 本で読むのと全然違くてこれ全部歩いて行ったんだよねみたいな例えば金沢市で、えー、っとこの時はあの友人の一生さんというかこと方が亡くなってつかも動けわがなく声は秋の空届いているか遥かかなたへ。 もう成りきってんですよね場所に最高ですねちょっとかっこいいんですよめちゃくちゃ。そういう風に場所とこうシンクロしてね場所の気持ちになってこの俳句にね溶け込んでいくっていうそういうこともやりましたね。はい、でこれが第2段階で最後のまとめが、えーと「場所にとってどんな旅だったか」。 であの、みんなも夏休みとかあの今コロナで行けないけど旅行とかするよね沖縄とか北海道とかじゃあ場所の旅とあの今の私たちの旅って一体何が違うんだろうねみたいなのを最後に語ってもらいました。